ベティフィールドベティフィールドとジョン・ウェイン、丘の羊会は1941年に公開されたアメリカ合衆国の映画、ハロルド・ベルライトの同名小説をヘンリー・ハサウェイ監督が映画化した、ジョン・ウェイン初のテクニカラー作品である。なお、日本で最初にソフト化された時の題名は丘の静かなる男だった。なお、この原作はサイレント映画期に二度映画化されている。 オザーク高原、マットは、一家で密造酒を作っている。その仲間、ジムには、サミーという娘がいて、マットとは喧嘩もするが、仲の良いカップルだった。ある日、ダニエル・ハウイットという謎の老人士が現れる。この何もない辺境の地に定住したいというので、サミーは今は誰も住んでいない。マットの農場を買ってはどうかと提案し、大金を出して購入する。マットは、 それが気に食わない。その農場では昔、父がいた時の思い出の場所だった。しかし、その父は家族を捨てて出ていて、マットは復讐を誓っていた。原作はフィクションであるが、オザーク高原のブランソンに実在した人々の描写も織り込まれていた。しかし、この映画では変更した。マットのおじのローマットは、よぼよぼの間抜けで女房のモーリーに尻に敷かれている。 そのモリーは原作だと海外市医療祭だが、映画では意地の悪い密造酒の製造人である。また、羊会にあたるハウイットのキャラクターも大幅に変えられている。ありがとうございます。